辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって街全体が沈下しつつあるんですよね。ミサイルを発見。あれを守ればいい。さっさと倒してお風呂に入りましょう。 2B。 アンドロイドの風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もう 2B 気分ですよ、気分。これでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。 2B、 9S。 司令官、緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。が届くアンドロイド部隊支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は退避し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求む。1.8キロ。これより周囲の警戒に行こう。ちょっと待って、まだ大型の敵反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんなこんな大きな敵どこに。何あれ。生命体、こんな大きいの見たことない。くそ、 EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。2B さん、衛星レーザーの直接攻撃場に乗りました。でも敵の発生する電磁波明細で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う。すみません、でもよろしくお願いします。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。敵の情報を入手。情報を開封して。巨大機械生命体は320年前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を支持。電磁波の消失を確認しました。衛星レーザー攻撃着弾します。本体にも電磁波防壁があるのか。はは苦戦しているようだな。ヨルハ部隊、北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。2B、 ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。2B、 ここには沿岸防衛用の迎撃砲が付設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。 2B、 敵の内部に直接攻撃をするんです。直接、そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。まずいですよ。ここを離脱しましょう。大丈夫ですか、2Bさん。あの巨大な機械生命体は過去に廃棄された兵器です。アンドロイド殲滅用として開発されたのですが、制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんですが、結局我々も暴走を止めることができなくて深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか。ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。9S が戦線から離脱、脱走兵として司令部に登録することを提案。ダメ、きっと 9S には考えがある。僕は空母に搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。通信途絶。墜落したヨルハ部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。2B、9S、死ぬなよ。バンカーに通信。こちら 2B、 応答せよ。オペレーターより 2B、 2B さん大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間。各地の通信施設がEMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。 9S はどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。 9S の捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存ヨルハ部隊の捜索を優先する命令が出ています。9S さんをお願いします。了解。ポット、付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号を検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり。推奨レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。これはそれでは今から E ランクの戦いを始めます。最低ランクですが決して気を抜かないように。では戦闘を開始してください。 Yeah. より 2B さんへ。こちら 2B。 実は各地のアクセスポイントが壊れてしまったみたいで、超巨大機械生命体の EMP 攻撃の影響みたいです。もし移動中に壊れたアクセスポイントがあったら修復をお願いします。了解。何か用か。微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー。ああ、奴らが作っていた機械か。ちょうど遠征から戻ってきているな。その辺りに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。2B、赤い髪のアンドロイドは、いや何でもない。なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない、デポル。ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用でも？微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば捜索の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや他にも貴重な資源とかそういうものに反応して音を出してくれるから。ま、うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。あんまり私たちと仲良くしない方がいいけどな。デボル、早速スキャナーにブラックボックス反応があるな。Yeah. ブラックボックス信号は検知できず。検知、ケイ素と炭素が含まれる結晶状の物質。詳細についてはデータ不足のため不明。誰がこんなものを？不明。どうして死体が？ヨルタ部隊員が自力で侵入した可能性は低い。予測。意図的に敵によって配置されている。ようこそ我が町へ。私たち機械生命体は人類に興味がある。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば他に例を見ない複雑さに魅了されるばかり。この町はそうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない崇高な場所だろう。私たちは人類の特徴を学び模倣する。あるものは愛を、そしてあるものは家族を、そして私は気づいた。人類の本質は戦い、奪い、殺し合う。それが人間だ。その口で人類を語るな。崇拝する人間たちのことを悪く、気を悪くした。だがそれが真実。私は人類の本質に到達した。ネットワークにつながれた私たち機械生命体だが、無限に続くデータ、生の実感はない。死の概念理解できない。だから私は命をかけて戦うことにした。ネットワークから自分を切り離した。さあ殺し合おう。9S を探す。ああ、9S。ああ、たまらないよ。君のために用意したんだよ。戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様殺す！ああ、そうだ、その感情憎悪だ。おい、暗くて冷たい。9S。2B。 帰ろう 9S。 そうか、9S は大変だったな。言われた通りボディごと君たちの司令部に打ち上げておくよ。ありがとう。え、何か君の口からそんな言葉を聞くなんて意外だな。まあいいさ。あと伝言がある。君たちの司令部が連絡を欲しいってさ。わかった。こちら 2B、 司令官につないで。あ、2B さん、了解しました。ちょっとお待ちくださいね。 2B か、敵機械生命体、コードネームアダムの破壊。ご苦労だった。分析の結果、奴らのネットワークシステムの半数をアダムが管理していたことが判明した。ネットワークを破壊された機械生命体は弱体化するだろう。司令官、 9S は9S はこちらでデータオーバーホールを行う。問題がなければまた君と同行してもらう予定だ。よろしくお願いします。 9S が動けない間、君には別の任務を頼みたい。内容をメールしたので確認してくれ。了解。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。